はい、おはようございます今日この九州の最南端、えー、西の橋ね、えー、平戸市の天然の生き締めヒラメこのヒラメが五島灘ですねこの水域もいいんですよあのだ,んだ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 んねヒラメ大体もうあの終わりになってきたのであのいい水域も あの、三陸に限らずのいい水域を探し回って、まあ、入れてもらってるんだけども、やっぱり上下のブレがあの、結構すごくなってきましたね。で、今日なんとかね、いいやつが入って良、えー、かったんですが、あのー、この前もね、青森にイワシが大量にいて、それから、 あと新潟それからあの新潟はもうあのあのイワシだけでなくてさまざまな、ね、魚が岸に打ち上げられるっていう状況が全国ずつうらルで起こっていますこれねいろんな原因があると思うんだけどもた確かにねえっ、ー、とまあえっ、ー、とこれ、ね、研究本当にきちっとしたものが出ないとあのどうだうプランクトンが増えたからそれを食べてイワシが、えー、と爆発的に えーと増えたと,とかなぜプランクトンが増えたのかっていうことの突っ込みがないんですよだから結果、えー、イワシがのバカみたいに上がって打ち上げられているとこれはじゃあ温暖化なのか潮流が変わったのかっていう結局ね結局まだどうのこの言ってもまだ分からないつまり人間の科学なそんなもんなんですよ自然に対して。 今ねこの状況、どういう状況なのかっていうのは、冷静に判断する必要があるし、じっくり見ていかなきゃいけないし、えー、と早急に答えを出せるもんでもないんです。でただ、えーと、前の動画の時ちょろっと話ったんだけど、小さな箱コフグみたいなフグがね、あの1回、新潟の方の海岸に、山のようにもう何万匹って打ち上げられたんだけど、結局それは、これ、完全に言えるのは、潮流が変わっています。だから、対馬から入ってくる。 潮流日本海に流れ込む潮流全部ねちょっと変わってるんですよ今年これはちょっとな、えっと、見とかないとお水産に思いっきり影響するので特にね今イワシが打ち上げられるだけじゃなく。 その周辺にいる魚の生態系とかね、そういうもので変わってきちゃうんで、ちょっとここ注視する必要がありますね。まあ、あの、新しい情報代にね、漁師さんの話があれば、またあ発信したいと思います。まあ、こんな感じ、えー、いいヒラメです。でもね、あの、こういう,う、きちっとした内湾とか、そういうところの魚、捌いていくるんですけどイワシ食ってないんですよ。イワシ食ってないっていうことは、イワシが、 だから、ポイントポイントに湧いてるんで、その内湾に入ってきてない瀬戸内海とか、そういうのが入ってきてないんですよ。だそれがね、ちょっと不思議なんですよね。だからこれ何か原因があると思います。まあそれではまた、以上です。また明日